皆様どうもおはようございます。久保塚さぬきと申します。よろしくお願いします。本日はね、武蔵郎かなって。武蔵ね、超強いあいつ、ちょっち修羅でやっちゃっていいですかということで、何があるかというと、こちら、外伝天正御前試合に、こう順序よくね敵を倒していくと、最後の最後で最強の佐々木小次郎が出てくるんですよ。で、あれだな、第二秘蔵武器地獄でやったんですけど、その時は、先にあいつ、島左近倒しちゃったから、出現しなかったんですよ。今回はちゃんと出して、まあ、戦おうかな。難易度修羅でどんなもんか、わかんない。わからない、俺には。さっき難しいで一応ロケハンした。条件が分かんなかった。これどうしたら小次郎が出てくるんだろうと。2回ぐらいやってやっと分かった。分かっちったです、クロスが。故にやりますということで、よろしくお願いします。まあ、武蔵超強いんで、戦いようあるかなと。ただ、2つポイントがあって、ポイントも言い訳なんで、2つの言い訳をしていいか今から。2つの言い訳をするのであれば、まずそもそも俺の実力があまり高くないという点が1点と、あと動画がどういう順番で上がってるかさっぱりなんですけど、今様々な無双シリーズをやってるん でシステムは結構違うんですよ、ゲームによって。まあ操作がね混乱するはい、武器はこれでいきましょう。これがマジで強い。もう無駄が一切ない。マジで強い。これもなんか見た目かっこいいけどゴミなんだよね。うん、まあいいや。まあ英傑いるか、よくわかんないよな。結局わかんないままだった。攻撃を受けた時に三角で反撃できる。へぇ。馬はやっぱこれがいいね。宝章。宝章突き毛。ということでやっていきましょう。最初、真田。で、こう騎馬隊がおるんで、ここ。騎馬隊、まず馬から降りると引き殺されてめんどくさくなるんで。これをどうさばいていくか。いいですね、このゲージ回収量の高さよ。こいつ、これ、やばくね、威力。ちょっと待って、これ、早速まずいべ。根性値あったっけ、このゲーム。やばいな。ちょっと待って、なんか体力回復した。これはね、まずザコ殺そう。これがいい。あー、大丈夫。火力は出るな。これ、楽しくないか。いける。馬に引き殺されそうになりましたね。びっくりしちゃった。馬ってあんな強かった。馬に引かれると人間って痛いんだね。普通にびっくりしちゃった今。馬が強いんですこのゲーム。知ってますか？人間でもない、刃でもない、馬。ホース。やつがこの世界を牛耳ってる。お、今びっくりしちゃったよ。おじさんびっくりしちゃった。油汗が出てるよ今。ってことでこれ100人ぶっ通さないといけないんで、天下無双なのに諸国を旅してるやつ。なんだこれ、なんかこいち喋ってくる島迫が、こんにちはって。一時共闘か。なんだこいつ、ちょ早くミッション出てほしい。ミッション出てから OKOK、よし100人これ馬乗り、こっちも馬で対抗よ。これで攻める、攻めようか。久保塚でいくか。ここにいる全員をぶっ倒す。張り切ってますよ、しゃがり切ってますよ。ってことで、本当今ちょっと本当にね、このどの順番で動画上がってるか分かんないですけど、三国無双2でしょ、初代三国無双でしょ、でこの戦国無双2でしょ、で無双オロチでしょ、で現段階ではまだ取ってないけど、無双3と4もやっていきたいし、で様子見てエンパイアーズ3のエンパイアーズをやっていきたいし、でガンダム無双2もやっていきたいと思ってる。いやもう操作がもう分かんないね。ボタン一つ変わるからね。どこ行った、おっさん。あれどこ行った、おっさん。こいつね、ダッシュ攻撃で死ぬんで、これ食らったら死にます。あれ食らった瞬間死にます。無双が強いね。無双でいけると。いかに相手の攻撃側に無双を打つかっていう。この早着。踏み込みの戦いが始まってる今。
これだけ強者が揃ってりゃ、俺と窪塚って言おうとしたけど、俺は窪塚だったな。俺がまるで窪塚じゃないようなものになってしまった。俺と武蔵の間で。確かにダサい服だな、この背中の刺繍は。ここが結構鬼門じゃない？不安がいっぱい来るんだよ。なんかいっぱい来るんだよ。とりあえず殺してあいつを。では下がろう。なぜ退却をするんだ。なんか当たったけど。で、あのカードキャプターさくらが半端ない火力おそらく持ってるであるんで、とりあえずガードさせる。やばすぎる。なんかもうザコが痛いんだけど。でこのゲームのいいとこは3本と2と違って、相手がいきなりカウンターミスを打ってこないから、これが心の安寧を保ってる。もうそこ、今みたいな戦い方できないからね。三五五平通だと。あんなの難しいわ。よくやってたな、俺。今さら、一言。よし。いいよ。あ、もう全員倒した？よし。参ろう。で、忠勝をぶっ飛ばした後に、金があったの、今。これ、俺の目の口で。リンゴには金の音、すげえ聞くぜ。10円が落ちた音聞こえるからね。どこからでも拾いにくい、俺は。さあ、でも、忠勝もやべえから、忠勝と戦ってると後ろから変なね、変な奴が尻掘りに来るんだよ。すげえ気迫だ。気合負けして。回収も負けてねえぞ、こっち。どこ行くんだ、こいつ。よし、これで行こう。やばい、これ倒しきれない。しかもケツで待ってんだよ。その影の刃かわして、これまずいな、これまずくないな、これまずっぽい、これゲージ溜めたいね。逃げろ、よし、勝ったな。まずい、レベル2だった。これ倒しきれない。おい、戦ってどこ行くね。回復しねえか、あいつら。これまずっぽい、これまずっぽい。いいよ、はい、バカチンコ。こういうことなんです。で、さっきいろいろ無双触ってて操作が分かんないっていう話に戻るけど、その中でも今一番馴染んでるのはこの戦国無双2ですね。これが一番馴染んでる、一番操作感が俺の手にフィットしてる。うまいとこですか、いた。よし、で今度小太郎さん倒しに行こう。今日すげえ寒いっすよね。窓閉め切ってんの、こんなに寒い。底冷え。短パンで過ごすのは間違ってる。スウェットを出さないといけない。マジで寒い。意外と戦えてない？窪塚、差異があるかもしれん、このゲームの。隠れていた差異が見え隠れしてる。やばすげえ！いきなりこいつ方向転換してきやがった。ずるくね？やべえ。パワーゴリラ来たんだけど、これ倒しきれるか。倒しきった。よし、うますぎ。この飯ちょっと鼻かんでいい。ごめん。マジで寒いぞこれ。長ズボン履かないと寒い。うぅ、助けて。ゲージ溜めてえな。やべ、変なところレベル上がっちゃった。もったいね、もったいねえことしちゃった。やってこい。あんたとやり合えるの楽しみにして。まずこれ先手トリコで、こいつ仁王立ちしてる。これを受けてオムソ、それオムソ。よし、オッケー。強すぎる。この男マジで強い。この男じゃなんかクリアできない世界がある。いける、いけるぞ。俺たち戦えるぞ。で、右下行ったら島迫と接敵したネネが出てくるんで、島迫を倒さないようにネネを倒しましょう。島迫を倒したと終わるんで、
このゲーム最大のトラップ、島迫トラップが右下に仕掛けられてる。別に何かと戦闘に入ってきて倒されようとしてくるわけよ。で佐々木小次郎との一騎打ちに邪魔をしてくるわけ。帰ってきな、ちょっと下がってエリア外に逃げる。賢すぎる久保塚、今日インテリジェンスが過ぎないか。よろしく頼むぜ。きた女、この女がまた厄介なんだよな。もう帰りなさい、危ないでしょ。勝ちました、はい勝ちました、 GG でございます。 OK、 これで島迫倒して大丈夫なはず。これでバッチグー島迫よ。噛めようか、これが強いんだよな。自主生産できんだよこいつ。無双を自社で開発できるからコストがかかんない。ユニクロシステムだよな。オッケー、これで来るはずで、ここで来たよ武蔵、待っててくれた。このゲージ回収量また半端じゃないんだね。でここで問題はザコが消えるという点、つまりワンコンボで持っていけなかったとき俺は死ぬ。ワンコンボで持っていけなかったとき俺は死んじゃうわけ。わかる？もう今無双頼りなんだよ。クブーズが無双頼りです。まあぶっちゃけ馬乗ったら勝てるんだよ。あ、いけるわ、いけるか、いけるいける、やばすぎ。ただの引き切りなんだから。何この戦い何今の見合った時代、見合った時代があった、俺たちも見合った時代があった、まあ、ご覧の通り何が言いたいかというと武蔵は強いんです。でこの戦い一番強かった相手誰だか分かりますか？そうです、最初の馬です。あれに俺は殺されそうになった、撃殺されそうになった、でも助かった。なぜか強いからです。確かに、いやよかった。髪の毛ゴワゴワだな、まあ、髪の毛洗ってるかちゃんと。シャンプーコンディショナーしてるか、シャンプーコンディショナートリートメントしてる髪とは思えんなこれ。うめ、今宵も S ランク。ゴミゴミ、なんでこんなゴミなんだろうな。ゴミが量産、おおゴミ、なおのことゴミでした。ということでね、終わり。さよなら。